かし女の子のファッションもすっかり変わったな。さっちゃんが高校の頃はルーズソックスとかが？いや、私の頃はとっくに終わってたわよ。え、そうなの？じゃあ足立さんの頃は？ロングスカートのスケバンルックだな。はあ、知ってる。ヨーヨー持ってるやつでしょ。まあそうなんだけど、そうじゃねえっていうか。開けてみるか。開いたぜ。Thank you.
してんじゃねえぞ。喧嘩売ってんのか。何見てんだよ。何見てんの。しびるんじゃねえぞ。いじめは嫌ですが頑張ります。なめんなよ。やんねえよ。よし、いざ。怪我します。何やってんだ。やんのか。こっち見ろよ。よし、見せてやるよ。ほれほれ、行くぜ。さて、ほら来いよ。何やってんだ。邪魔だよ。逃げるなら今のうちだ。アムロ町フェスティバルだって。なんかイベントあるのかな。さあな、バンド演奏でもあるんじゃねえの。スピーカーあるし。ねえねえ、今度みんなでバンドやらない。はバンド、私ボーカルやる。こういうのって大抵言い出しっぺがボーカルやるよな。じゃあ俺はドラムをやるかな。いいねいいね。俺はカスタネットで。俺はトライアングル。楽器なんてリコーダーしかできねえよ。それじゃバンドじゃなくてチンドン屋だよ。さあ、何か私に隠してることない？え、なんだ急に。何にもないと思うぜ。潔白ってこと？もちろんだ。俺の身はいつも真っ白よ。異議あり。足立被告人は先日冷蔵庫にあった私のケーキを勝手に食べました。これは立派な窃盗罪に当たるものであります。あ、被告人、罪を認めますか？認めます。判決、足立光一は紗友子さんと私にケーキをおごる刑に処す。紗友子はわかるけど、なんでお前にまでおごらなきゃいけねえんだよ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ありがとうございました。うん。
潮のパイセン元気かな。誰だそれ。厨房の時の先輩だよ。卒業した後は裏ビデオを売ったり、ゴシップ誌のライターやってヤクザのケツを追いかけ回してたんだ。ろくな先輩じゃねえな。そんなのと仲いいのか。あれでしょ、ルイは友を呼ぶってやつ。俺は同類じゃねえって。なっちゃったね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
なし。開けてみるか。やったぜ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ありがとうございました。
開けてみるか。開いたぜ。ここがカムロ町のホテル街か。おい、あのホテル満室の札が出てるぞ。それがどうしたんだ。昼間だぞ。日が高いのにどういうことだよ。まあそういうことなんだろうな。こんな昼間からどいつもこいつも世界を滅ぼす魔王の気持ちもわかるぜ。いや、魔王もあんたと一緒に廃れたくないと思うが。欲求不満なの、足立さん。
何見てんだよ。てめえ何見てんだよ。その寝つきが気に入る。かかってこいよ。覚悟はいいですね。見せてやる。してみろ。どれどれ。活躍しちゃうよ。逃げるなら今のうちだ。怪我しますよ。どうした？ほら来いよ。邪魔だよ。やんのか。ガーゼ。ほらやるぜ。いいね。やってやるぞ。ほら。よし来た。タイムにますよ。たっぷり。ほら来いよ。これで逃げるなら今のうちだ。してみろ。お任せください。ほら来い。手を派手に行こうか。やるぞ。俺の番。見せてやるよ。やめろ。おりゃあよっしゃ、あっちだ。テンション上がりますね。ヒルズ、兄ちゃん財布をやめるな。勝てると思ってんのか。食べに行きましょう。なめんなよ。セーレア、やってみろ。怖いよ。えほらやるぜ。かかってこいよ。なめないでくれる。とっておきだ。バリバリ行くよ。ほら来いよ。してみろよ。してみろ。よし。なんとしてやる。強くなった気がするぜ。一つ上の男。シェ。カムロ町ヒルズ。こんなのができたんだな。ミレニアムタワーに匹敵する高さね。すごいな。あのてっぺんからバンジーしたら100万円って言ったらやる？無理無理、私高いところダメなのよ。俺はやるぜ。お、高いところは平気ってか？いや、苦手だ。だからこそ飛んだ瞬間に気を失うから恐怖は感じねえ。引き上げられて目を覚ましたら100万が手に入ってるってわけだ。ヒルズ、こんなのができたんだな。ミレニアムタワーに匹敵する高さね。すごいな。あのてっぺんからバンジーしたら100万円って言ったらやる？無理無理、私高いところダメなのよ。俺はやるぜ。お、高いところは平気ってか？いや、苦手だ。だからこそ飛んだ瞬間に気を失うから恐怖は感じねえ。
引き上げられて目を覚ましたら100万が手に入ってるってわけだ。それあり？仮にありだとしても結構情けないな。いらっしゃいませ。ありがとうございました。開けてみるか。やったぜ。最近のホストってアイドルみたいなルックスだよな。随分と変わったもんだ。まあお前がカムロ町にいた頃とは確かに系統は変わったかもな。昔の主流は黒服に逆立てた髪の毛でオラついた感じだったもんな。今は可愛くてカジュアルな男の子が人気なのよ。いやいや、店の前にある写真を見た時は女の子かと思ったぜ。そこから？お前もおっさんになったってことだよ、カスガ。
やんのか。ほら来いよ。嫌がれ。俺の番。私が。やるか。よっしゃ。上がって。いくぞ。ぶっ飛ばしてやる。どうしたどうした。俺はやるぞ。なめんなよ。かかってきなさい。なめんなよ。してみろ。行くぜ。苦しむがいい。また強くなっちまったか。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ありがとうございました。
出てみるか。あ、いたぜ。
立たせてもらうぜ。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
ん？いや、今外出てるんですよ。急いでも。